日本と一緒、青森と一緒。今年7月、高村みとしさん一家がモンゴルを訪れました。その理由は、現職のオフレー・フレルスフ大統領から招かれたためです。またどこかで会えればいいなというふうな思いはありましたけど、大統領になっているとはもう全く分かりませんでしたね。フレルスフ大統領との出会いは28年前の1994年、 JICA 国際協力事業団の事業で、当時26歳の一人の青年として高村さんの家にホームステイしていました。来た時に同じぐらいの娘がいるんだよって可愛いなってくれたみたいで、もうなんか行くところ行くところでずっとべったりだった。わずか1週間ほどの滞在でしたが、家族のように打ち解けた彼らはある約束を交わしていました。信じられない、本当にえみたいな、思ってもみなかった。大統領に会いに行こうと思っていったんじゃなくて、私はモンゴルに唯一の友人フルレイに会いに来てきましたと。私の顔を見た瞬間にギュッとハグをしてくれた。笑顔を見たら安心して、あ、フルレイだって。この辺りの山さんの好きで山だったナイス ямар сайхан одоо ард хүн байдгийг бэ гэдэг танаа гэрвэл надад ойлгуулж мэдэрсэн байхгүй. Эдгээрээ тамаг нэрээ яг өөрийнхөө гэрт байгаа юм шиг тийм гоё, эрт байгаа гоё гэсэн шүү. Фантастик юм биш үү? Бид нар ч гэсэн яг адилхан. Котогоо цэнэж нэгэттан дэскэрэмө. Кокоро то кокоро га цэнэж тийм. Хүн хүн тун нь удаш нь удаа туу нуу яна гарч. Хатасарета 28年前の約束。時間や国境、大統領という立場を超えて、当時の思い出がよみがえります。日本のおよそ4倍の国土、12世紀に遊牧国家として建国された北東アジアのモンゴル。高村さんたちは6日間の滞在で大草原が広がる自然や伝統文化に触れました。本当ものすごい体験、ありがとう。最高です、楽しいです。ゲルと実際の遊牧民にも触れ合うことができて、それもなんか教科書でしか知らなかったことなので。モンゴルの国際的祭典ナーダムには貧窮の待遇で迎え入れられました。
大衆がずらーっと座る席があるんですけど、大統領と 4,5 メーターしか離れてない席ですから、もう、まあ、特等席って言いますか、みんなすごい圧巻で、家族にとって一生の思い出になるような旅をさせていただきました。こうして迎えた別れの時。約束してても覚えてないのが普通だと思うんですよ。それをずっと覚えててくれたっていうことがすごく嬉しかったですね。28年前の約束を果たしてくれてありがとうございます。今日楽しみにしてます。いや変な表情をつやと受けてな。別れ際、彼らは新たな約束を交わしました。そのフルレイが、自分と私の父だったり母だったりのつながりを今度は自分の娘たちの代でまた引き継いでいってほしいみたいなことをおっしゃったんですね。でその後にそのフルレイの娘さんとお話をして、今度はぜひ日本に遊びに来てくださいっていう。